メイナス様、あと少しです。何者にも怯えることなく授かった生を享受できる世界、我々の悲願はすぐそこまで来ています。そう、その前にあのモナド、手遅れになる前にモナドを砕きさえすれば確実に勝てる。まだ存在している、わかるのだ私には。ザンザよ、今度こそ。もう二度と。シュルク、シュルクよ。誰？僕を呼ぶのは。シュルク、君は未来を垣間見る能力を得た。それは神の定めた因果律、運命を見る力。神？巨神のこと？なぜ未来を変えたいと願う？なぜ神の意志に逆らおうとする？なぜって当たり前だよ。誰だって嬉しくない未来は変えたいさ。それが神の意志だって従いたくはない。そう、ならばシュルク、君は君のモナドを見つけなくてはならない。僕のモナド？そうだ、それこそが唯一の。そうはいかないよ。だって君はもういないんだから。みんな無事？ええ、なんとかな。しかしあんだけの攻撃を受けたってのに、俺たちよく助かったな。まったくだ。運がいいといえばそれまでだが、それだけで片付けられるものとも思えんぜ。それはメイナス様のお力によるものでしょう。誰だ？マシーナか。あなたはバネア？バネア？ってことはあんた、もしかしてミゴールさんの？ご無事で何よりです、メイナス様。メイナス様？あのフェイスはあなた方を抹殺するために差し向けられたもの。本当に無事でよかった。嘘よ、カドが私たちを殺そうとするはずないわ。あの者にホムスであった頃の記憶はおそらくありません。今のフェイスは巨神界の生物を殺戮する単なる兵器。そんな。フェイスとは、捕らえたホムスの脳幹部や代謝に必要な臓器を寄進兵に直接組み込んだ兵器。兵器として完成させるためには記憶や感情は妨げとなる。ですが初期に製造されたフェイスは実験的な意味合いもあり、生前の記憶を残したままのものが多く、それゆえに任務遂行に支障をきたすことが多々あった。現在のフェイスは生前の記憶情報を完全に削除されています。それは
もしかして私のせい？いいえ、あなたのせいではありません。ムムカンとかだろうな。奴は俺たちに対する執着心が強すぎた。それゆえに身を滅ぼしたとも言える。ゾードってやつもそれっぽかったよな。ええ、その通りです。嘘よカード。カルナ、説明してほしい。なぜあなた方、いやエギルは僕たちを鬼神兵に。目的は何なんですか？あなたの持つそのモナド、それに対抗するため。やっぱりモナドはハイエンターやホムス、つまり巨神界の人族に対して効力を発揮しません。1年前の戦闘でモナドに煮え湯を飲まされたエギルは、その生態を組み込むことで対抗しようと考えたのです。そうだ、モナドは最初人を切れなかった。だが今は違う。ザンザの血に連なるものは切れない。それが唯一の弱点ですが、その枷はザンザによって外された。ザンザに連なるもの、あの巨人は一体何者なんだ？あなた方ホムスの始祖。あいつが？そして我が兄エギルの友であり最大の旧敵。鬼神界を滅ぼしたのはザンザなのです。な、神兵用に探求員のローラン様が建造された我が軍の最新鋭兵器。壮観だな。巨神界に生きる者たちが結集した姿は。はい、もっと早くこうあるべきであったか。さすれば父上殿下。ディクソン殿から敵の新兵器の存在が分かったのは良好、防備も間に合った。これより大剣の要塞攻略戦を開始する。要塞を抜けば鬼神界帝都は目と鼻の先だ。この戦いは我々巨神界に生きる者たちの未来を決する戦いだ。望ましい未来を、輝かしい栄光をこの手につかむために、総員進軍。あなた方鬼神界がザンザに滅ぼされたというのは本当なんですか？僕はそのザンザの剣を持ってるんですよ。僕はあなた方の敵なんですか？ならなぜあなたは僕を。シュール君落ち着け。ごめん。これから鬼神界帝都アグニラータに上がります。鬼神界の帝都に？なぜだ？エギルの面前にでも引き出すつもりか？言葉で説明するよりもあなた方の目で見た方が早いでしょう。この鬼神界の歴史を、鬼神と巨神の戦いを。この先に鬼神教皇内中央交渉へと上がるリフトがあります。目指す帝都アグニラータは中央交渉を抜けた先です。
ここが鬼神教皇内中央交渉です。正面にリングが見えますか？あのリングの基部が帝都アグニラータへと上がる転送装置になっています。まずはあそこを目指しましょう。中央交渉内には警備のための自立型鬼神兵が配備されています。気をつけてください。
ゾロゾロとシルク、気をしっかり。ヒールブラスト、そこに。
油断したぜ。頑張って、まだ負けられないよ。始めるよ。
イトエッジ、はい、ボーン、ボーンアッパー、見せるだろうカルナ、決めるわ、ナイス、またぶちかまそうぜ、まずまだやれそうだ、カルナ、やれやすら、やる気が湧いてくる、何バカなこと言ってんの、あと1回よ、ここだ、ボーンアッパー、今だ、頼りにしてるよ、みんなの気持ちが伝わってきたよ、これがチームワークってもんだよな、主力、ボーンアッパー、やりっこい、次だ次だ、
らの力を。なんとかなったね。みんなやるから。さあ次だ次だ。やってやるさ。やってやろうぜ。一匹たりとも逃しはしないわ。はっ、今だ今だ。ほらのよ。ハンマービーじゃない。オーラバーッ。次はほら、もう次は焼き目引けのチャンスだ。いっけー、ない、お願い。分かってる、カイロ。決めるわ。あとは時間の問題ね。そうこれならいける。オーケー、完璧よ。これぞコンビネーションってか。ヘッドセンター、今がゼロだ。シュンク、やってやるぞ。この調子で突っ走ろうぜ。行きましょう。ない、ほら、焼き付きたぜ。いっけー、始めるよ。やっすら、だんだんまとまってきたじゃない。そうだな、カルナ、決まったね。またぶち殺そうぜ。今だ。そう、オーラッパー、やー、今だ。ビートだ。騒いできた。食らえよ。バックスマッシング、焼き付けなさぜ。今だ。この調子で突っ走ろうぜ。どうだこれだろう。ナイン、俺に任せとけって。なんか頼りにしてるよ。よし、連携のチャンスだ。ボッコボコに俺に任せろ。今だ。はっ、まだ攻めよ、これ。やれそうだ。いやー、ビートだ。この調子で突っ走りましょう。主に俺のおかげだな。
次は私よ。これならゲイルランド。されるとやる気が湧いてくるぜ。オーケー、完璧よ。やったー。おおなかだ。俺に任せろ。いけー。レイズでいくぜ。仕掛けてみろ。これなら追い上がってきたぜ。絶対いけるよ。痛い。くらえ。少しだよ。おう、これならエンジン上がってきたぜ。オーケー、俺に任せろ。スラッシュ。落ちてみろ、これ。とまーす。やろうか。みんなの力を。ずっと
ていこうぜ。みんなやるじゃない。やったぜ。やった。僕たちの勝ちだね。気を抜かずに進みましょう。こんな奴ら屁でもねえぜ。